どうも皆さんこんにちは、エルです。それではツルドン伝説トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。さて今回はゾーラ族の解放ということで、まあ、問題解決する方法を見つけようやという話なんだけど、まずはワープを使う感じだよね。で、まあ、単純に、水で、氷でしょ、溶かすっていうところだろうから、ズームアウトして、デスマウンテン行こうか。デスマウンテンのこっちでいいかな。はい、デスマウンテン行こう。で、あのデスマウンテンさ、温泉があるじゃん。あ、これか、これ落とすの、これなの。ちょっと待って、そしたらちょっと温泉入って回復だけしたい。よし、回復、これで OK。 そうだね、上から落ちてきたもんね、これね。これずっとあるけど、まだ相当な熱持ってるな。ワープさせよう。おい、ゾーラの里へレッツゴー。これ溶岩の塊なんだろうね。ガンガンなのかわかんないけど、でもこれゾーラ焼けないかな。あんな危ないものが役に立つとはね。さて、ゾーラ族はもう大丈夫だろう。とっとと行こうぜ。水が戻ったんだ。ハイリアコンの精霊に会えるはずだろ。ああ、でワープしていけるわけよ。ああ、ということは、ゲホゲホ。そうだよね。さっきまで凍ってて、ってことよね。とか、向こうには、影響ないのか、あんまり。大丈夫か。ああ、それより滝壺にいる連中は、滝壺にいる連中、お待ちください、お待ちください。我が一族とハイラルの水源であるこの泉を蘇らせていただいたことを感謝いたします。話しかけれるんだ。私は、このゾーラの里の長であり、一族を滑る女王、ルテラ。意外と、ドレミファスラシドじゃなかったね。別にあんたたちのためにやったわけじゃないよ。このゾーラの里は影の者たちの襲撃を受け、私は一族への見せしめのため、その者たちによって処刑されました。あー、じゃあ亡き者になってるから話しかけられるってことか。誇り高き獣の姿をした者よ。あなた方にお願いがあります。私はこの地が襲われた時、そのことをゼルダ姫に伝えるため、我が子、ラルスをハイラル城に向かわせました。
ああ、じゃあ、あの子供が、その伝達係っていうか、それだったんだ。はい、しかし、その息子ラルスに危機が迫っています。私は感じるんです。息子はその気配がだんだんと薄れていくの。ですが、今の私にはもう息子にかける命すらありません。どうかお願いします。王子ラルスを助けてやってください。もし助けていただけたのなら、水の籠をあなたに授けましょう。それはゾーラのように深い水の中を自由に泳ぐことができる力。どうか息子をお願いします。助けてやったらゾーラみたいに泳ぐ力をくれるんだってさ。さて勇者さんはどうするのかな。ああ、だけど獣の姿じゃ王にも会えないよな。ほら、早く光の世界に戻さないとね。わあ、めちゃくちゃ王子かわいそうじゃん。いや、処刑されたって言ってたもんね。なかなか酷やな。でも水辺が復活してるね。急激に水が流れ始めて勢いが増してるみたいだな。この湖は水は湖まで流れてるんだからさ、お前も一緒に流してもらえば。あ、それもありだね。特に、お宝は？おお、早い早い。アイリア湖。ああ、で、これで、精霊のところまでね。めちゃくちゃ流されてんやん。タク、やっと気づいたか。ほら、予想通りハイリア湖まで流されてきたみたいだぜ。おまけに精霊の泉は目の前みたいな。タクついてるね。さあ早くしな。じゃあこっから霊のあれが始まんのか。なかなか前座が長かったね。我はトワイライトに捕らえられし、最後の光の精霊。網に選ばれし、勇者よ。よくぞここまで。我が光を、影の魔物に奪われた光を、これに。光の器を手に入れた。光の雫を集めるために大切な器。あ、いつものやつが来たね。何個？さあ、センスタイム。影の虫を砕け散った我が光を、何時らすでに分かるはず。さあ、集めちゃいましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。さあ、センスタイムです。いやー、センスなー。めっちゃ地獄なんだよなー。意外と届かない。あ、この辺りに、あ、いた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 。あー、そう来たか。さあ、仕分けあげますか。3体ね。君一回倒して向こう集めた方がいいね。
危ねえ、ギリ届いた、ギリ届いた。いやしかもあれ、長時間押してる、勝手に発動するからね。危ねえ、危ねえ。いや、違う違う違う、そっちじゃない、そっちじゃない。登れないんだよな。あっちまで泳いでいくのかな、もしかして。これまさか登れないとか、そんなんやめてよ。ああ、よかったよ。あ、一応ホエールあるね。よし。了解。はあ、なるほどね。しゃれてんね。さあ、地獄のミニゲームといきますか。あー、マジかさ、これ2回すると思わなかったな。いるわ、しかも。これはどうだ。はい、終わり。もう一回。もう一回。全然当てれないよ。マジで。うわー、マジか。キレキレだけど、これは難しい。うわ、マジか。おお、いやー、これまあまあ最初よりかは楽だけど、ターゲットがいるっていうのは本当難しいね。あーあー、びっくりした。で、1、2、3、4、5、6、あと6。え、あ、い、なにこれ、虫？気持ち悪い。なんでこんなでっかいの。ああ、もうこれだから田舎は。あれ、いなくなった。ああ、びっくりした。もう出てこなきゃいいけど。ああ、話しかけると出てくるか。仕事もプライベートも、特なことがなかったみたいだね。これもミニゲーム系かな。なんかそんな感じだよね。さあ、奥義。
お、いけた。さあ、吠えちゃいましょう。古の世を前にささけよ。剣はその手に我を探し求めるがよい。さあ、奥義3つ目、解放まであと少しだね。とどめシールドバッシュなんだろうね、次がね。ああ、しかも入り味を近づく。いいね、城近くなら寄り道がしやすい。釣り堀、釣り堀、いいね。ラレス王子はここを通って行かれたのか。ああ、ハイラル城につながる水路はここだけのはずだ。これとりあえず上だよね。まず上だよね。上行って3つ光ってたから、ちょっと待ってね、もう一回マップ確認。123、あー、ハイラル城にもいるのか。じゃあどっちにしても戻らないといけないところではあるんだね。さあ、上の方。これ最初一番上まで行くのかな。ここいるね。とりあえず一番上まで行ってしまって。いや、お宝だけか。で。意外と普通だったな。意外と普通だった。いやいやいや、まあまあ楽勝だね。細かいね、やることね。まだ上。いや、これリンクで登るってなったら結構大変かもね。
あー、こっちは扉。あれか、下の方かな。こっち側。あ、下まで降りないといけないのか。これ取ってこれかな、流れ的にね。降りていって一気にここまで来たんだもんね、さっきのね。あー、そういうことか。だからあれ、降りていった方が楽だよって、そういうことか。お、いた。そんなところいるんだね。おお。めっちゃ番犬やってたわ。3体。まあ、4体になることあって。おお、近い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 。はい、楽勝。うん、楽勝。これだけ近いとね、これだけ近いとやっぱ楽だね。で、終わり。おーん、じゃあワープしよう。いや、これちょっと待った。あと2つ。1。うわー、上のやつ取りこぼしてるっぽいな。いや、ちょ、もう一回話すだけ話してワープしよう。そうだね。出て、ワープしよう。いやあ、先にこっち回収するか。ここいるのゾーラ族じゃない？そうだね。なんだあれは。よし、オッケー。いや、これ確かになんだあれはだな。はあ、あれがラスト一体か。うわー、やばそう。しかも虫でしょ。なんだあれはの意味がやっとわかったわ。あー、きつそうだな。なんか嫌な予感しかしねえんだけど。
いや、わ、うわー、キモうわ、気持ち悪い。これなかなかショッキングだよ。うえー、ビヤーンって出てる。なんか、あー、だ、電気を浴びてるときはダメだからってことか。落ちたらダメだね。はい、よし、2、3、4、5。あー、これやば。いや、これいって、今んとこやったズルダの中でも群を抜いて、バッカタレ、そんな痛いな、結構ダメージ痛いな。あ、意味がかった。あはは、やばかったな。光の器が、しずくに満たされたと。最後の影の結晶石必ず手に入れるんだぞ。またな、まあ、約束だからね。水蛇か。我が名はラネール。あ、ラネールって蛇なんだ。何時によって我光の精霊は再びこのハイラに蘇ることができた。神に選ばれし勇者よ。何時が求めし黒き力はハイリア湖の水底に眠る神殿の中に。しかし決して忘れてはならぬ。それは我らが神の命により封じ込めた禁断の力であること。混沌とし何もない世界に神々は降臨し生命と秩序を作られ、そして全ての者たちに平等に力を与え天へお戻りになられた。神々が最初に降り立った地は聖地と呼ばれ、世界は長きにわたり信じ深い者たちの心で平安であった。しかしやがて聖地ハイラルをめぐり争いが起こった。人々の中に魔術に長けた者たちが現れ、強力な魔力によって
聖地を治めようとした。しかし神は我ら光の精霊を使わし、その者たちの巨大な魔力を封じ込ませたのだ。そしてその魔力こそが黒き力、影の結晶石である。神に選ばれし勇者よ、心するがよい。力というものが持つ危うさを知らぬ者はやがてその力に支配される。それを忘れてはならぬ。汝が求めし黒き力はハイリア湖の水底に眠る神殿の中に。やべえめちゃくちゃやばかった。あんなリンク顔するんだ。やべえ。いやしかもさ、他の子も顔やばかったもんな。円玉真っ白のだけでねえ、なんかムジラの仮面の鬼神ゼルダみたいな感じになってたけど。いやはい。ということでね、一応今回ここまでにしよっかな。ちょっと待った。なんか次元クエストが始まってんのか。なんかそんな感じだよね。ってことは、ちょっと待ってね。あ、でもなんかそんな感じだね。次元クエストっぽいな。次回心当たりしたいね。あとは奥義も覚えたいんで。一旦ハイラルの方かな。ここら辺が何かは分からないとどうしようもないからね。でも上の方もあるんだよね。多分ここミニゲームだと思うんだけど。アイコンの意味がね、分かんないとね。難しいところだね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。